はい、皆さんこんばんは、みつるの日常です。本日の動画は、昨日の夜にやりました、スクワットの動画になるんですけど、この日はね、ちょっと今モンスター買ってるんですけど、ベンチプレスをやって、その後胸トレを5種目、行いました。で、結構そのエニタイムでやって、前の日にベンチプレスをすごくいい環境というか、すごくいいベンチ台で練習させていただいたのか、まあそれがあれなのか分かんないですけど、やっぱエニタイムのパワーラックめちゃめちゃやりにくくて、もう全然なんかその練習通りにできなくて、まあ、結構トレーニング序盤からちょっとテンション下がってたんですけど、まあ、なんとかね、気持ち持ち直して、胸トレまでやって、で結構時間がもう1時前ぐらいになっちゃったのかな、夜中ので、帰るか迷ったんですけど、スクワット週に2回やるって決めてたので、1時過ぎからモンスター飲んでもう一回気合い入れて、この531プログラムっていうんですけど、今週から始めたプログラムになってまして、これが今1週目なんですけど、1週目は、基本5レップで、セット組みます。で、ここから今1セット目っていうふうに表示されたんですけど、まあ、自分の場合は今80キロで5回、これが今1セット目の、セット重量になります。まあ、ちょっと詳しいパーセンテージとかはちょっと自分うまく理解できてなくて、いつも教わってる方に数字までちょっと組んでもらってやってるんで、そのまたちょっとおいおい詳しい説明できたらいいなとは思うんですけど、まあ、これをちょっと繰り返してみて、どれだけマックス重量が伸びるかっていうのをちょっと当分はスクワットの場合はちょっとこれで試してみたいなと思って今、取り組んでいるところです。はい。で、先日ね、SBD の、ベルトをね、クリスマスプレゼントということで、なんとね、26歳にもなってサンタさんが来るというとてつもないサプライズをね、いただきまして、おかげさまで、すごく安定感のあるスクワットができました。まあ、前々からね、絶対にビッグスリーのベルト使った方がいいよっていう風に言われてたんで、まあ半信半疑ではあったんですけど、まあ使ってみたら本当にこの腰の安定感というか、しゃがんでから上がってくる時の体幹がこうグッと固まる感じがもう全然違くて、やっぱりこれ良かったなと、まあ、いただいたものでね、本当に嬉しくて使ってるんですけど、これをしっかりね、無駄にしないように、強くなれるようにちょっと練習していかないとなとは、思っております。で、これ今やってるのが3セット目で 102.5 キロなんですけど、まあ、これが一応そのこの日のマックス重量ですかね、一番重たい重量で、5回プラス、限界までっていうところで、8回狙ってたんですけど、7回でちょっとギブアップしてしまいました。この前の、火曜日にやった時は、7回できたので、今日は1回でも多くやるぞっていう風にちょっと意気込んではいたんですけど、ちょっとその辺がね、まあ、自分の気合が足らないのかどうかわかんないですけど、同じ回数になってしまいました。まあ、来週はまたその2週目に入るので、プログラムが若干変化するので、まあ、それに応じた重量回数でまたやっていこうと思うんですけど、まあ、今週は一応、1週目ということで、5回っていう回数が、まあ、メインになってくるんですけど、一応まあ終わったっていうような形にはなるので、まあ、来週にまたね、つなげていけるように、しっかり、体をケアしてね、怪我しないようにちょっとやっていかないといけないので、まあ、その辺はちょっと自分の体と、まあ、しっかり相談しながら、スクワットどんどんね強くしていきたいなと思っております。で、これが最終セットですね、5セット目です。最終セットは、重量また下がるんですけど、1セット目の重量と同じで、まあ、限界までとにかくしゃがめっていうような感覚みたいですね。はい。これがね、前やった時は15回だったので、まあ一応1回だけちょっと多くやりましたっていう感じですかね。まあ、自分はね、結構すぐ諦めがちなタイプなんで、もしかしたらもうちょっといけたかなって思ったりもするんですけど、やっぱ10回超えてきたあたりから腰が痛くなってきちゃって、怪我するんじゃないかっていう不安がすごく強くて、まあこれ言い訳になっちゃうかもしれないですけどね、やっぱりパワーリフティングと
ボディメイクを両立するっていうのが自分の、来年、これからの目標なんですけど、それにちょっとこう反してしまうというか、怪我してしまうと両方できなくなってしまうし、今年はそれこそ大会も出れなかったので、その怪我に関してはすごく敏感にはなっているところは、実はあります、はい。ただ1回でも多くできればいいかなっていう自分なりの、モチベーションというか感覚で、この日はスクワット531プログラム、なんとか夜中1時やり遂げました、はい。この後はもうね、すき家で思いっきりご飯食べて帰ってきました。そんな感じで今日は、531プログラムの紹介でした、はい。ありがとうございます。